どうも小走りです。今日はですね、一度やってみたかったんですけど、韓国メイクをしていこうと思います。で、ちゃんと韓国コスメをちょっと多めに使ってやっていこうと思います。で、初めてやるんですよ、韓国メイク。メイキーとかでオルチャンメイクとかやってたんですけど、どっちかっていうと本当に韓国の方に見せたいなと思ってはおります。結構韓国の方って長細い目の方が多いので、今回アイプチもこんな感じで薄めに作ってみました。で、二重の作り方は動画の時と同じで、ダイソーの伸びるアイテープ使ってます。で、最初にこちらのアネッサホワイトニング UV ジェル N を顔に塗っていきます。で、これが美白効果があるのかなみたいな書いてあって、すごい気になって使ったんですけど、伸びが良くて SPF50 の PA+4 なのでとてもおすすめです。適量手に取って顔全体に塗っていきます。で、香りもすごいグレープフルーツみたいな爽やかな香りなので、なんか独特の香りが苦手な方とかもおすすめです。次にこちらのミシャテンションパクトトーンアップグローのナンバー21を使用します。すごい明るい色を今回選んでみました。で、これを顔全体に塗っていきます。首の方まで塗っていきます。おー、これは白いな。まあよし、ちょっと健康的な赤みを残してくれつつ白くしてくれます。で、近づけるとこんな感じで結構自然な明るさに見えます。はい、次にこちらもミシャなんですけど、ミシャ M パステルマカロンパウダーのナンバー2です。サラサラ肌にしたい人用です。ピンク、緑、青の3色になっていて、これを全体にはたいていきます。はい、こんな感じで全体に塗れたら眉毛を描いていきます。眉毛がこちらの韓国語で分からんのですが、中華ローダー、チョコローダーかな、ブローアウトペンシル、スキンフードの1番を使っていきます。こっちがペンシルで、こっちがブラシになってます。で、韓国の方は平行眉な方が多いので、頑張って平行眉を描いていきます。ちょっとまた高さ違うんですけど、こんな感じでかけたらブラシでちょっとぼかします。次にこちらのインテグレートニュアンスアイブロウマスカラの BR774 番を全体に塗ります。こんな感じで眉毛がかけたらアイシャドウを塗っていきます。で、アイシャドウがこちらのエチュードハウスのプレイカラーアイズジュースバーを使用します。で、これが可愛くてこんな感じにオレンジ系のアイシャドウがすごい入ってます。今回オレンジっぽい韓国メイクにしたいので、ここら辺の色を使っていこうと思います。付属にチップしかないので、ダイソーかなのブラシを使って、まずこの左から2番目の色をまぶた全体に塗っていきます。こんな感じに塗れたら、次にこのすごいオレンジを塗っていきます。半分からグラデーションになるように塗っていきます。こんな感じに塗ります。すごいオレンジの隣にある色が茶色なんですけど、これをもっと際の目尻と目尻3分の1に塗っていきます。こんな感じで塗ったら、次はこのチップの細い方でさっきと同じ色を目尻3分の1に塗ります。やっぱこの茶色とこの一番端にある黒っぽい色を混ぜて目尻3分の1を塗りました。塗れたら次にアイラインを引いていきます。アイラインがバックジェルリアルフィットを3番を目が長細くなるように横長に描いていきます。お、いい感じに描きました。こんな感じで細くなるように描きました。黒目の真ん中あたりまでまつげの間を埋めました。
涙袋の影を描きたいんですけど、ダイソーかなの LP オートマティックアイブロウペンシル MB を使って目尻の方だけ影を描きます。次にアイシャドウパレットの一番端っこの明るい色をチップの広い方にとって涙袋に入れていきます。はい、マスカラを塗っていきます。資生堂のビューラーでまつげを上げます。こんな感じで全体上げたら、こちらのデジャビュのロングタイプのブラウンを使います。で、こんな感じで全体に塗ったら、一回乾くのを待ってまたビューラーで上げます。で、その乾くのを待つ間にチークを塗っていきます。で、チークがもう最近ずっとこればっかなんですけど、インテグレートメルティーモードチークの RD382 番を使います。で、ちょっともう相当汚れてしまったんですけど、このハイライトの方を頬の高い場所に塗ってから、こっちを頬に塗ります。明るい方を取って、この頬の高いあたりに置いて、で、この色がついた方を今回横長に入れていくので、こうやって置いたらこうやって広げていきます。はい、こんな感じに塗れたら、マスカラが乾いたのでまたビューラーで上げていきます。こんな感じでしっかり上げます。そしてそしたら次にリップを塗っていきます。不老不死のプラス5度を全体に塗ります。で、塗れたら最初に使ったファンデーションをこの唇の周りにつけて、こんな感じに色を抑えたら、こちらのこれもいつも使ってるんですけど、エチュードハウスディアダーリンオイルティントの3番を塗っていきます。際の方に、際？中心の方にこうやって塗ってぼかします。で、ちょっとまだ色が足りないので、もう一回重ね付けしていきます。ちょっと口が裂けてしまって、ここ若干かさぶたが目立つんですけど、これでメイクが完成しました。で、それっぽくするためになるかわからないんですけど、イットアイズのシアグレーを今回入れてみたいと思います。イットアイズのシアグレーがほんとびっくりするほどの発色になってます。何回かメイキーでも紹介したというか、つけてメイクしてたんですけど、こんな感じのグレーのクラコンなんですけど、実際入れてみます。イットアイズのシアグレーがこういう発色のカラコンになります。すごい発色がいいので、グレー系のカラコンつけたい方はおすすめです。はい、ちょっとわからないなりに頑張ってみたんですけど、どうでしょう。ちょっと前髪を薄くしてみました。まあ、少しでもそれっぽく見えればなと思います。前髪とか、あとここら辺はコテでやりました。今度ヘアセットも紹介できたらなと思っております。ということで、初の韓国メイクはこんな感じでした。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。